大前先生ごご紹介ありがとうございました、えー、皆様こんにちは、えー、今回あのこのような機会を頂戴いたしました、えー、ITI の関係者の皆様方、えー、船越先生勝山先生佐藤先生はじめ多くの関係者の皆様方御礼申し上げます、えー、また、えー、今日ですね、えー、多分あの、えー、この会場内で、えー、皆様お見かけなさっていらっしゃると思いますが いろいろなあの関係者の方がご尽力いただいてこの会が成り立っているんですね。でこのセッションごしょうあのご担当いただいてますストローマンの竹内さんとか、前で一生懸命お写真を今撮ってくださってます畑野さんですとか、いろんな方があのお世話をいただいて成り立っています。そういう方たちにぜひ皆様感謝をしていただきたいなと思いますし、私の方からは貴重な皆様の日曜日のお時間を頂戴してですね。 ご参加いいいいたたただた皆様にお礼を申し上げたいなと思いますでせっかく皆様方に頂い,いたお時間でありますので私4人目の、まあ、締めということで多分年、ね、齢的にという点もあると思うんですがその点について全体的にお話ができればなというふうに思っておりますで私の最初のメッセージですが皆様お手元に小6をお持ちだと思うんですて、ね えー、ページで申し上げますと、私、写真がちょっと古いので恥ずかしいんですけれども、37ページに、えー、私の部分の書録、えー、が出ておりまして、えー、下から5行目、えー、今日私から最初に皆様に申し上げたいメッセージ、えー、5行目にございます、下から5行目です、ごめんなさい、えー、後ろの方ですが、えー、世界中には迷ったときや困ったときこそ、相談し合えるための多くの仲間がいます、これ、私のメッセージです。 こうやって、えー、一つのスペースにいろいろな立場の方々が集まってます。ぜひ皆さんあの展示のブースもご覧になってくださいね。